あの人の現在。島田陽子、現在の姿に衝撃。17歳の時にデビューし、ゴールデングローブ賞を受賞した経験がある島田陽子さん。しかし現在はかつての女優とは違った形になっています。スキャンダルによって人生は一変、借金を抱えてしまいます。そんな彼女はどんな人物なのか。現在の姿、現在の姿は分かりませんでした。ブログも更新されておらず、何をされているのか不明です。ブログは2013年8月17日で止まってしまいました。しかし女優として活動はしていたようです。2011年に公開された彼女は海へでは七子役を演じました。この映画は息子を亡くした女性と母親を亡くした少年がピアノを通じて悲しみを乗り越えていく物語です。2015年12月4日に公開されたサンタクロースズでは、サンタクロースズの一人クロスサンタ役を演じました。2016年10月1日に公開されたカノンでは荒井澄子役を演じました。最近の活動は見られませんが、映画でキーパーソンとなる役をたくさん演じていましたね。昔と変わらずとても綺麗です。スタイルもいいですね。現在はブログも更新されていないので、何をしているのか分かりません。映画に出演していたので、今でも女優として活躍していると思います。またドラマにも出演してほしいですね。